ぬいぐるみを置いて終わりました。悲しい、終わってしまいました。今日はね、ちょっと今日は献血のねお仕事をしてたんですけれども、そうバチコ終わっちゃいました。悲しい。でもみんながすごいね楽しみにしてくれた番組だったので、私も嬉しかったし、まあ、またねいつかもし再会した時はよろしくお願いします。バチコヤシ終わり方、あれね、本当になんか終わり方が本当になんかちょうどいいって言ったらあれだけど、すごい絶妙になんか確かにバチコイっぽかったなというか。え、音声が変？嘘？音変？変ですか？え、こもってますか？なんかたまにさイヤホンに繋がってるんだよね。あ、タワーだ。タワー。あれ？ナベさん、ありがとう。タワー立ててくれて、めっちゃ可愛いこのタワー。クリスマス限定タワーですかね。ありがとう、なべさん。ありがとうございます。なんでこもってんの？え、もう一個？パンダさん、あ、パンダさん。あ、ごめんなさい、パンダさん。パンダさん、ありがとう。パンダさん、パンダさん。めっちゃパンダさんって叫んじゃった。パンダさんありがとう。気づかなかった、パンダさん最初に撮ってましたね。ありがとう。いやでも本当にね、みんなにいっぱい見てもらった番組だと思うので嬉しいです。パンダさんとナベさんありがとうございました。本当にだって5年半ぐらい続いた番組なんで、私もすごいもうね、私にとってはすごいもう8の中でもすごい思い出と言いますか、大切な思い出だし、本当にいろいろね番組の中でも思い出もあるし、なんか成長できたこともあるしって感じで、たくちゃんにも感謝していますし、ありがとうございます。本当に良かったですみんなに。でもね、まあ悔いって言ったらだけど、やっぱ最後さ本当はみんなちょっとだけ復活してさ、観覧がね復活すればよかったなっていうのはあるけど、まあそれはねしょうがないとして見始めの途中からですが、いやいやいや、でもねもう一回でも見てくれたら本当に嬉しいです。たくさんお世話になりました。私たちの中でも同じ、そうですね、全員揃えたかった。特番での復活期待してます。運勢が1位なので来年の MC
とする番組はある。そう、私そう、そのことについて話してなかったか、占いがねなんと1位だったんですよ。あのゆうりさんにねまた占ってもらったんですけど、そのチームメイトの中、チームメイト関東メンバーの中での占いランキング1位で、もう嬉しい。2023年はいいことがあると言われております。なんかいいことあるかな。でそう、あやねちゃんが最下位で、あやねちゃんなんかめっちゃ開運グッズもらってて本当に持ち帰ってた。私は1位なので何ももらえなかったですが、でもまあ1位ということでね、いいことがあることを祈って頑張りたいと思います。なんだろうね、何があるんだろう。でもさ、別にこういいことがあるかどうかはまあ別に置いといてさ、なんか2023年いい年になりますよって言われてるとさ、こっちもすごいモチベーションが上がるし、なんかちょっといいことがあっただけで、あれがついにってなるからさ嬉しい。だってなんせ去年っていうか今年おみくじ引いて、今年だっけ、今年かな、違う去年かな、あ違う去年か、去年おみくじ引いて今日が出たの。でも今日が出ても全然なんか悪いことなかったし、そんな大きな悪いことはなかったけど、でもねいいことはたくさんあったんで、でも今日出るとやっぱりビビるよね。え、お正月に今日出るって思って、あ、お化けが出るぞ。そう、今日引いたんですよ。びっくりしました、本当に。それはなんかお正月ってさ割とこう大吉が出やすいみたいに言われてるじゃん。その中でさ今日を引いた私ってもうある意味幸運の持ち主だと思うんだけど、ね、今日はね献血のお仕事してきました。あ、皆さんまだ YouTube 見てない方は見てください。今週上げた動画、先週か、あの7センチ上げたんで見てください。パパとね、ちょっとデートしちゃいました。デート。楽しかったんで。もうすぐあれ1万回再生いくの嬉しい。1万回いくとちょっと嬉しいですね。ぜひ見てください。パパはねすごいお酒大好きなんでめっちゃ飲むんですよ。パパ強いよね。
パが行ってみたかった京成立石に行ってきました。咳込む系パパね。おじいちゃんかわいい、かわいいでしょうパパ。次はママかな。ママはもうね実は出てるんですよ。ママはもう出てるんです。実は築地の動画を見てください。かわいいでしょ。七瀬のパパすごい体格良さそう。体格？性格とかじゃなくてもう体格？体格はどうだろうね。体格はどうだろう。サイレント、あ待って、セコーワさんのサイレントめっちゃ好きだわ。これ1年前くらいの曲だよね。ずっと聴いてた。いやクリスマスに聴きたいわ。えもしかして今日サブタイトル歌えますか。ヒゲダン出ます。あだったら私ちょっとヒゲダン聴きます。ミュートにしてヒゲダン聴きます。ヒゲダン出んの？やば。それはちょっとやばいですね。え、やば。それはちょっと見ます。それは見ます。パパが好きなキングヌーも出てた。ヒゲダンはスタンドバイユー、あ、いいよね。いやもうヒゲダンは私本当に2年くらい前にしーちゃんに教えてもらったの。ヒゲダンめっちゃいいよって教えてもらって、でそっからそう聞くようになってめっちゃハマっちゃって、でよくね聞いてたんですけど、で最近またサブタイトルが発売されて、もう私毎日聞いてる。本当に冗談抜きで毎日。えミックスナッツとサブタイトル、やばやばいよ。もうこれお金払った方がいいかもみんな。え私的にちょっとやばいです。やばすぎる。えマジでお金払おうか。お金払いたい。いや本当にオタクの反応で死ぬ。いやはいオタクです。えもう全然はい課金したい。やばいわ。
ヒゲの愛は本物だった。いやマジで一回さライブ行きたいんだよね、ヒゲダンの。はい、行きたいんですよ。でもほらもう有名だしさ、その人気じゃないですか。もう生で聞いたら本当に私涙止まらないかもしれない。過呼吸になっちゃうかも。だってさサブタイトルもだけどもさ、基本的にヒゲダンさんの曲は、まあ、女性でも歌えるくらいキーが割と高めで、でも私歌ってみたのサブタイトル、この前一人カラオケ行った時に、うん、めっちゃきつかった。あれを歌える藤原さんはもう素晴らしい。飲み歩き動画はまだ見てません。見てください。口数が多いな。だってダメですか、ダメですか。いやミックスナッツもね好きなんだよね。もうなんか天才すぎない？デミセスだ。ちょっと待って、聞きたい。え、やばいんだけど。私ミセスグリーンアップルさんのライブもこの前しーちゃんにね連れてってもらって行ったんですよ。え、ちょっとやばい、ほんとにやばいかもしれない。終えてもいいよ。いやいやいや、ちょ、いったんさその時だけミュートにしていい？いや本当はみんなと一緒にさ共有して一緒に見たいの。一緒にこのテレビつけて、今まあ消音にしてるんですけどテレビの方を。でもちょっとミセスさん聞きたい。いい？優しい、みんなありがとう。いやみんなも見てほしい、本当に。一緒にちょっと見てください。一緒に見よう。じゃあみんなもミュートに、あみんなミュートにする必要ないわ。優しい、みんな一緒に見ようね。じゃあちょっと始まったら2分くらいミュートにさせていただきます。
そうだ、 AKB もこの後出ます。元からですね。楽しみです。見えとる？最高。めっちゃ良かった。最高です。ありがとう、みんな待っててくれて。優しいね。ミセスグリーンアップルの僕のことっていう歌してます。大好きです。はい、大好きです。ちょっともう消しとこ、ダメな、私ちょっともう無理だ。消しました。多分これが何回も続いちゃうんで、いろんな見たい。そう、しかも最初さ、あの映画のさ、映画の主題歌じゃないですか。主題歌というか、まあ
あ、確かに AKB、 AKB だけ見よう。待って、これ音、あ、やばいやばい、危ねえ。 AKB をちょっと見ようかな。え、もうそろですか？ AKB は流していいかな。さすがに怒られるか。AKB 今から出る。まだですね。まだかな。年末感出てきた。確かに。ちなみに今日前髪切りました。そしたら結構短くなりました。結構短い。え？音声こもってる。だって大丈夫ですか？治った？治りましたか？え？治ったんかい。よかった。 AKB 見よう。あれ AKB まだ。でもなんか歌番組ってさ、音消しててもさ、ちょっと楽しめるよね。こう結構さ、その 見た目とか、そのなんていうの、このセットとかもすごいじゃん、歌番組って。次 AKB じゃない？違った。あ、来たよ AKB。 なんか、あ、クロちゃんだ。クロちゃんだ。あ、待って、私これ見てるんです。水曜日のダウンタウン。え、明後日かねえ。昨日の M1 本当にさ、もう私本当にちょっとやばかったです。私推し面ができました。でも真空ジェシカさん、真空ジェシカさんはあの去年の M1 見て割とこう好きになったんですけど、今年も、え、今年さ真空ジェシカさん本当に面白かった。あと私的にさやかさんが好きでした。さやかさんの1本目が好きだった。あと何笑ったかな。え、でも全体的に面白かった。全部笑ってたけど、なんだろう、
あれもペッターも好き。ペッターウエストランドもね面白かった。なんかでもあんだけね皆さん意見が一致するくらいダントツの優勝ってことはもう本当にすごいよね。いつもだいたいさ、まあ、どっちかが多いとかダントツってね、なかなかないもんね。あ、オフィシャルヒゲダンディズムもうすぐ出るかも。ロングコートダディも好きだった。テレビで笑い見て声出して笑いますか？え、全然笑う。え、昨日も本当に声出して笑いました。あ、やるよ AKB。 これはちょっと見なきゃ、皆さんも見てください。あ、これは TikTok で私踊りました。え、かわいい。寒そう。寒そう。YouTube 見てます。ありがとうございます。7センチ。かわいい。え、かわいい。めっちゃかわいい。てか綺麗、ここどこですか？すごく綺麗ですね、ここ。え、めっちゃかわいい。あ、赤坂ですね。ありがとうございます、教えてくれて。ザ・ファーストテイクバージョンだって。イケビ次だよ。めっちゃかわいい。なんかさ、ライブとかもそうだけどさ、やっぱ衣装とかって大事だよね。そのさらにさ、ファン、ま、衣装が普通になんか私服とかでもさ全然、まあむしろそれはいいかもしれないけどさ、なんかね、衣装の楽しみもあるよね。結局めっちゃ流行ったんですよ。なんか TikTok で流行るとやっぱりすごいよね、語彙力ない。あ、やばいやばいやばい、待って待って、始まってる。ちょっと待って、ミュートにします。
いやめっちゃ良かったわ、めっちゃ良かった。ノリノリになっちゃいました、さすがに。これはやばいわ。てか寒いよね絶対。お疲れ様でした皆さん。私はあの暖かい部屋にいて本当に楽しませていただきました。一ファンとなって。これは完全に切り取られますね、やめてください。多分本人が思ってる以上にやばいだった。本当？楽しければ OK です。終わっちゃった。じゃあ私はもうヒゲダンを楽しみに待ってます。いや本当みんなあの可愛かったです。特にチームエイトのみんなやっぱ可愛いね。チームエイトって可愛いんです。チームエイトって可愛いんですよ。なんかもうこれ本当になんかあのチームメイト可愛いんですよ。何回も言うけどチームメイト可愛いんです。同じこと思ってました。あ、ダバンプさんな。ヒゲダン21時だよ。じゃあ私はね21時になったら終わりにしたいと思います。あと10分やりたいと思います。メールも書かなきゃだし。いや別にあのまああのテレビ見つつメール書きつつお風呂入りつつという感じでね。今から映画見に行ってきます。お、いいね。今から？いいね。え、待って、なんせ泣いちゃうかも。ヒゲダンのサブタイトル聞いたら本当に大好きなの。でも今までえ、M ステ出た？いや見てなくてマジで泣いちゃうかも。あ、絶対皆さん見てください。本当におすすめです。マジでいい曲。勝手に行けよだって勝手に行けよだって冷たいよ。いいじゃない、ここで報告しても。何の映画でしょう。それは知らん。スズメの戸締まり。トゥー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 トめっちゃ綺麗。
最近 TikTok で昔の AKB 見てるんですけど、何も問題なしですか？え、なんか問題ありますか逆に。トゥ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 、2022年のバズソングなんだ。そういうねタイトルなんだね。待って、やばい、ヒゲだ。嬉しい。ちょっと待って待って、次だわ。え、ちょっとみんな、やばい、今私鳥肌立った。本当に嬉しい今。え、ちょっと見るわ。え、マジでやばいんだけど。今なら飛べるかも。いや、マジで飛ぶかもしれない。飛ぶぞ。飛ぶぞ。本当に楽しみ。東京ディズニーシーだって綺麗。これいきなり始まるパターンかな。ちょっとミュートにしといていい？ミュートにしとくね。まだでした。ちょっと先にアイドル、あ、やばい、ちょ、襟が次でしたね。いやー、本当に大好きな曲なの。マジで毎日聴いてるの。え、21時代にミックスナッツとサブタイトル、え、多分巻いてるんだよ今。だから巻いてるんだ。巻いてるわ、ありがたいことに。ちょうど21時
なるほどね。いいですね、キラッキラですね。せっかく整えたのに。マリアのパジャマです。ちなみにこれは、まあ、紹介するとこうですね、本当はこうなってます。マリアのパジャマです。で、まあ、こんな感じで、あ、これジュゲムです。ジュゲム、ジュゲムっていうキャラクターかわいいの。これね、ワンワンもいるの。ちなみにちょっとね、どこにいるかな。あ、これパックンフラワー、パックンフラワーとかいる。かわいいっしょ。あれ、ちょっと今音楽じゃないや。あ、これの次か。あ、ジュゲムっていうのはこのマリオのキャラクターです。まあ、ジュゲムとね同じ名前なんですけど、うちで飼ってたワンちゃんと同じ名前なんですけれども、めっちゃ可愛くない？もう任天堂ファンの吉川家からしたら本当にこのパジャマもうね、もう可愛すぎる、可愛すぎるんです。上にはモコモコ着てます。モコモコ、ミックスナッツのドラムとベースが良き。わかる。2曲もやってくれるなんてもう幸せ、幸せすぎる。リップのとこ確かにちょっとそろ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 なんてね、ライブグッズないんですよね、行ったことないんで。リップのとこか、乾燥するんで。よし、やっぱ唇をね潤しとかないと。前髪 OK、 アイメイク OK、 リップ OK、 横毛 OK、 後ろ OK、 よし、完璧。氷氷氷氷氷氷氷。はあ、待ってくるかもしれない。ちょっと待って、
ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もうヒゲダンス。